吉田さんこんにちは。そして億万長者合唱をご覧の皆様こんにちは。皆さんね、毎日大変忙しい日々を暮らしていると思います。で、この億万長者合宿をね、見ていただけてる本当にありがとうございます。そんなにね、億万長者合宿という動画でありながら、今日億万長者になれるわけでもなく、明日億万長者になれるわけでもなく、ずっとですね、まあ私と吉田さんが、まあ淡々とその日に感じたことを話してるわけなんですけども、ただね、ここで思ってほしいのは、まあ私も吉谷さんも自力でお金を稼いでいます。そして今の暮らしを手に入れています。少なくとも労働して労働して労働して、そして手にしたお給料というもので暮らしているわけではないんですよ。全て1円たりともですね、誰かからもらうものではなくて、何かを自分で作り出して、自分でセールスをして、自分で集客をして、そして自分でサポートして、カスタマーサポートをして、あらゆるくじを受け取って、そして、お金をいただいています。全てのお金がそうです。私たちはどんな1円でも、それは目の前にいる人からもらったお金なんですよ、ね。で、今回吉田さんの動画のテーマで、1日24時間を何に使うかってことがありました。非常にね、大事なことだと思います。で、ここでね、私どうやったらお金が効果的に残るかっていう方法をちょっとね、何パターンかお知らせしたいと思うんですよ。そこに重大なヒントがあります。私は今24時間自分の時間です。もうほとんどそう言って過言がないと思います。ものすごく暇で時間があります。24時間です。起きた瞬間から今晩寝る日まで、寝る時間まで何をしても大丈夫なんですよ。ただまあ確定申告とか決算の時期とか、それは やっぱりありますよ、書類ごととか。ただ基本的には自由ですね。で、自由になった時に私が何を感じたかというと、自分の好きなことができるなと思ったんですよ、当然ですけども。ですから好きなことをいっぱいやってきました。この3年4年、私に与えられた時間をカンフーをやったりね、体を鍛えるために筋トレをしたりとか、そしてジムを作ったりとかで、商売をしたりとか、47都道府県を車で回ったりとか、で海外に行ってみたりとか、旅をしてみました。そして家族というものを作ったり、親孝行したりで、子供をね、授かったりとかしました。本当に私が今まで46歳ですね、46歳になるまでやったことがないこと、見たことがないってこと、食べたことがないもの、感じたことがないことを全てこの数年でやらせてもらいました。いやー、これは素晴らしいなと思いましたね。で、今一通りやりたいことも、見たい DVD も、買いたい、ブルーレイも、やりたいゲームも一通り終わったんで、まあ、ポカンとね、自分のやりたいこと他にないかなと思って探し始めたんですよ。で、そこで私が見たのが YouTube だったんですよ。いや、確かに毎日 YouTube 見てます。でも改めて YouTube を見ました。ちょっとここからお話になりますけども、どうやったら効果的にお金が残るかって話ですよね。一旦ここで YouTube の話は切ります。また後でお話します。どうやったら効果的にお金が残るのか、まずは最もお金が残らない方法をちょっとお話しします。私の経験ではありますけども、それは出勤して会社に勤めてお給料をもらって帰ってきてお風呂に入って寝る、この暮らしは最もお金が残らない、はっきり言って永遠に貧乏のままなんですよ。豊かになることはもうありません。そして2つ目の方法、ちょっと効果的にお金が残る方法です。それは自分の会社を作り、自分の会社で、まあ、営業活動する、要するに起業するってことなんですよ。起業するとちょっとお金が残りやすくなります。これは仕組み的にお金が残りやすくなるんですよ。会社を作っただけではダメですよ。自分がどちらにしろ入金があるとしたら、会社が入金を受け取るのか、そうではなくてサラリーマンとしての自分がお金を受け取るのか、どっちがいいかってことなんですよ。さあ、ここで2つを比較してみます。まずは出勤して仕事をする、要するに普通のサラリーマンとかアルバイトをするってことですけども、こういった方には実はですね、課税が最初に来るんですよ。税金が、収入は税金を引かれた後に手取りとなって自分の手元に来るんですよ。そして手元にあるお金で自分の必要なものとか、生活に大切なコストをかけたりとか、飲食をしたりとか、旅行をしたりとかね、それから自分の勉強するために本を買ったりするわけなんですよ。もしかしたらインターネットの教材とか売られてますから、それを30万で買うときも、自分の手取りの中から買ってると思います。しかしですね、先ほどお話したように会社を作ってみたらどうなんでしょうか。会社を作ると、まずはそこの会社にですね、全てのお金が入ります。税金は全くかかりません。お金が入ります。で、会社で必要と思われる、いわゆる経費ですよね。例えば情報商材を買ったという経費、東京とか大阪に行って研修を受けた、
もしくはそこに行って新しい見聞を広めるために誰かと会ったという経費、出張旅費、宿泊費、食費、服もそうです。ユニフォームという感じですよね。会社の制服、まあ一定の基準はありますけども、ネクタイとかね、ネクタイピンとかももしかしたら経費に含まれるかもしれません。そして会社で必要な営業の車で、自宅を自分の会社と設定するなら自宅の安分した経費ですよね。事務所オフィス代ということで、もちろんこれは経費で引かれます。そして全てを経費で引かれた後に会社の利益が残ります。その利益の一部を自分の給料として受け取ることができるんですよ、ね、ここでいろんな細かいことは税理士さんに聞いてもらいたいんですけども、自分の暮らしとかに必要なもの、これはねちょっと暮らしっていうと語弊があるんですけども、会社の経費でもあり自分の暮らしにも影響を与えると思われるものを自分が手取りで買うのか、ね、先ほど話したようにサラリーマンとしての手取りで買うのか、会社を作って会社で買ってそれを自分が会社の営業としてですね使っていくのか、わかりますかね。この2つ、簡単に言うと自分がサラリーマンとしてお金を受け取るのと会社を作って会社にお金を受け取らせるのっては全く税金の効果が違うってことなんですよ。ぶっちゃけ会社を作った場合自分の手取りにはほとんど傷がつかないんですよ。そして会社の中にも内部留保という形で利益を残し続けることができるんですよね。この内部留保っていうのは溜まって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 いく、はっきり言って銀行に預ける預貯金とかよりも大きなお金が溜まります。ここはですから一生懸命ね、私もやってましたけども1日12時間16時間一生懸命働いて月に15万とか20万もらうお金っていうのは本当にね出がらしなんですよ。こういう言い方したら申し訳ないんですけど、それに人生という時間を使ってしまったらものすごい損なんですよね。だから私はビジネスをしようとかね、少なくとも副業しましょうっていう話をしてます。ちなみにサラリーマンをしながら副業すると一番いいんですよ。この副業をですね企業として捉えてここに経費を入れることができるので、サラリーマンとしての手取り、こちらの事業としての手取り、こちらが両方活用できるんですよね。これはちょっとまた細かいことはまたお話します。そしてですね3つ目の方法としては投資をするってことなんですよ。実は投資ってのが一番税金が低い、要するにお金が残りやすいんですよ。投資 20% しか税金がかからないです。最低税率です。だから投資家さんっていうのはものすごくお金が残って投資で1億2億稼ぐことができるのに、サラリーマンとして勤め人として1億2億稼ぐのはちょっと不可能なんですよね。であとですね、経営者として2つ目の方法でお話しましたけど、経営者として1億2億積むのも実は投資に比べたら難しいです、ね、それでサラリーマンとして稼ぐよりは簡単です。だから真ん中に位置するんですよね、経営者っていうのは、起業するっていうのは。労働者、経営者、投資家、まさに金持ち父さん貧乏父さんの話になってきますよね。さあそれで YouTube の話に戻りますよ。 YouTube を私が今ねずっと暇だから見ていて何を感じたかってことなんですよ。それはですね先ほどのお金の残し方と密接に関係します。では YouTube の話からします。私は今ね国会の予算委員会をずっと見てます。場合によっては過去のも見てます。そこではね日本のありとあらゆる事象の第一次情報が語られてるんですよ。予算委員会で、参議院予算委員会、衆議院予算委員会、場合によっては国会の質疑、承認喚問、これをね時間があるんでずっと見てるんですよ。見てるとねだいぶ分かってきました。なんでねこんな稼ぎにくい人と稼ぎやすい人と税金の効果を受けてる人、節税の効果を受けてる人こんなにばらけてるんだってことなんですけども、それはですね国会でルールが決まってるんですよ。そのルールに基づいてこの稼ぎにくい人と稼ぎやすい人っていう領域が分かれてるんですよね。で、ルールを作る国会というものはまずは自分のライフスタイルに合わせて一番稼ぎやすい形を自分に当てはめた後でそれを国民に守らせるんですよ。もう薄々感づいてるんですね、そういうのは。これはですね毎日国会を5時間時には10時間見ている私だから分かってくるんですよ。だから毎日の仕事に忙しくってそういうふうなルールを決める、ビジネスのルールを決めるようなそんな国会のね質疑とかを夕方のテレビ番組とか夜のニュースダイジェストでちょろっと5分見るぐらいでは全く分からない、どころか全く印象が違うものに編集されたものがそこで見てしまうのでどん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 間違った方向に行くんですよ。
テレビを見れば見るほどバカになるって話聞いたことあると思うんですけども、本当にですね、テレビの情報だけ受け取ってると自分を不幸にすることを正しいことだと思いながらずっと進んでいきます。これはですね、テレビの放送を批判的に見てる人も同じなんですよ。批判的に見るだろうということも計算されてテレビっていうプログラムも放送されてるんですよ。すごく危険なんで、一刻も早くテレビを見ないことをお勧めします。そしてテレビを見るとしたら、自分が取得したインターネットの情報とどう違うのか、自分が取得したインターネットの思考とどういうふうに変わっていくのか、どういうふうに誘導されているのかってことを検証するために見るのはいいと思います。もちろんテレビの中にも本当のことを伝えているものはあります。ただこれがね、本当のことを見抜くのは非常に難しいのと、その本当のことっていうのはもうすでに私たちの手の届かないところになってるんですよ。要するに何ヶ月も前に決まったことが本当のこととして出されるんですよ。最近で言ったら収支法とかね、そういうものとか消費税 10% とか、本当のことはもう私たちが手も出しも出なくなった時についに明かされるんですよ。だから今更手遅れのことばかり、そして情報は公開されてますっていうわけなんですよ。そうなんですよね。国会の質疑っていうのはもう1日ね、10時間に5時間とか10時間ずっと放送されてて隠されてないんですよ。でも毎日5時間10時間の国会の答弁見れる人いますか？その時間はみんな働いてるんですよ。帰ってきたらヘトヘトですよ。政治のこととかそういったルール法改正のこととか全く興味がないです。新聞で書かれてもそれが何を意味するのかわからないわけなんですよ。私もそうでした。今私は毎日それを見てるからわかるんですよ。だからね、この国のルール、もしくは世界中のルールってのは巧妙に仕組まれていて、私たちの時間をとりあえずとにかくですね、奪うように作られてるんですよ。だから税金が高い、確定申告がややこしい、書類の1枚もなくさないようにすると、場合によっては国税が入ったりチェックが入ったりとかして、もっともっと時間が失われます。国税が来た時、国税は仕事だからいいです。でも私たちはお金を稼ぐっていう時間を国税の調査に付き合うために奪われるんですよ。自分の所得を減らすために税金を払っているのに、さらにそこで税金のチェックのためにさらに時間を奪われるわけなんですよ。もう四方八方手を尽くせないですよね。でこれはですね、ちょっとサイドビジネスをしたりとか、とちょっと起業しただけでは逃れられないところなんですよ。投資家でもそうです。そこから逃れないです。逃れられないんですけども、まずは私たちは時間を何に使うのかってことをね、よく考えたときに、そんなね、生活費を稼ぐために22日毎月働いて、1日15時間働いて、生活費しか稼げないっていうそのフェーズから苦しいかもしれないけど、なんとか抜け出さないといけないんですよ。抜け出すためにはまずは、もうこれはしょうがない、まずは起業すること、ビジネスをすることなんですよ。それしかないんですよ。ビジネスをして、まずその苦しい状況から少しでも抜け出して、少しでも抜け出して種銭ができたらやっと投資をする、この流れなんですよ。で投資がうまくいきだしたら、私みたいに1日20時間時間が空きます。そうなった時に初めて世の中のルールに支配されてきたってことは気づくんですよ。で気づいてほしいなと思います、私は。で吉谷さんもね、盛んに言われてました。自由なんだけども、でも商品を売るためにサポートするためにやっぱり取られる時間ってのはあるんですよ、起業家は。でも相対的に労働者よりは精神的にも金銭的にも自由です、吉谷さんは。だから吉谷さんとかね、私たちも本当に一緒にね、もがいて登ってきました。登ってくるって表現は適当じゃないかもしれませんけども、まずは不自由からの支配を抜け出したわけなんですよ。吉谷さんは私でもね、本当に羨ましいと思うぐらいのグループ企業にいましたよ。私が初めて吉谷さんに会った時は輝しかった、本当に。うわ、いいなと思いました。そこのポジションに自分もなれないかなと思ったんですよ。でも私がそう思うようなところからも吉谷さん不自由を感じて抜けたんですよね。だからそっちの方が自由だってことなんですよ、これは。どんなに素晴らしいね、大企業、グループ企業、年商で数十億と言われるその会社に吉谷さんは社長としてるわけなんですよ。社長としてね、そこでも不自由だったんですよ。ね、話がたまに出るかもしれませんけども、会社に泊まりがけで、しかも社員に拘束されて、社員に搾取されて、自分の経費っていうのは会社の経費なのに、なぜか自分の借金にさせられて、修行に不自由な思いしましたよね。私も同じですよ。会社を経営していながら社員に支配されて、会社の資源に拘束されて、全く自由を感じなかったんですよ。だからそこから抜け出すために私は情報発信ビジネスを始めました。情報発信ビジネスをすると、高いあらりとその変容性、アメーバのようにね、情報っていうのはいつでも形が変えられます。でも私が飲食店とか麻雀店とかスロットの店をやっていったら、例えばね、蕎麦屋をやりました、蕎麦が売れないから明日からラーメン屋ねっていう、このね、この業態転換すら不可能なんですよ、ね、考えられますか。ラーメン屋からうどん屋に変えられないんですよ。同じ麺類、ほとんど同じようなもんですよね。うどん屋から蕎麦屋にも変えられない、蕎麦屋からラーメン屋にも変えられないんですよ。ましてやパスタ屋とかね、それから焼肉屋とか変えられるわけなんですよ。全ての設備が違うんですよ。いや、もっと言ったら従業員のオペレーションも違うんですよ。衛生管理も違うんですよ。仕入れ先も違うんですよ。
こんなに不自由な商売をほとんどの人がやってます。でも今情報ビジネスになった時、私は明日から商品変えれるんですよ。コロナウイルスの話をしすれば、次の日には金融の話、次の日には GDP の話、次の日には恋愛話、毎日お店を変えて商売をやってるようなもんなんですよ。そして全ての情報には必ずファンがいます。で、距離も関係ないです。インターネット使いますからね。私が店舗をやってる時は半径2キロの人だが証券だったんですよ。半径2キロのお客さんに向かってセールスをする。そして半径2キロ以内の同業者に戦いを挑まなくてはならないと。従業員の取り合いもあると。いや、きついですよ。それは皆さんはどちらの方で働いてるのかなってことなんですよ。だからね、本当に時間は貴重です。私もね、もう50が見えてきました。十分な親孝行ができてるとも思いませんけども、私のやりたいなと思ってた親孝行は今一通りできてます。そしてですね、自分の家族持ってみたいなと思って、私は40まで独身でした。43で初めて結婚しました。そして47になってやっと子供が生まれました。子供のね、顔を見て思うんですよ。私がもしね、お金がなくって不自由だったら、多分この子には会えてなかったんだろうなと。いやいや、この子の大和くんの命っていうのがこの地上に生まれても来なかったんだなと思ったんですよ。そう考えると、私と同じロスジェネ世代、40代50代の世代ですよね。本当は出会えるべき自分の奥さんや出会えるべき自分の息子さんや娘さんに会うことができなかった人生、もちろんね、家族とか子供がいらないって方もいらっしゃると思いますけども、もしね、自分が親孝行の一つでもしたいなと思った時に、忙しすぎて40代50代を過ごして、時間ができたと思ったらもう両親はいなかったとかね、両親が健在であってもちょっと一緒にご飯でも食べに行かないって言ったら、もう体が悪いんで外食は無理だよって言われちゃう。その寂しさを想像すると、私はね、本当にいちいちも早く、私の司祭の身ではありますけども、億万長者になる方法、自由になる方法を一人でも多くの方にね、お伝えしたいなと思いながらこの動画を撮ってるという意味もあるんですよ。ちょっとだいぶ話が長くなりましたけども、どうしてもね、このことは使いたくって、この億万長者合宿の中でね、お話しさせていただきました。今回ちょうどね、1日24時間何に使うかっていう話題がありましたんで、1日24時間自分の人生のために使わなくちゃ、本当にね、どうしようもない人生が待ってます。誰かに人生を盗まれてると言ってもいいです。ただすぐには自由にはなれないと思います。ただ少なくともですね、一歩を踏み出しましょう。自由に向かって、その一歩ってのは確実にあなた自身の人生に向かうんですよ。今の人生を続けてる限り、誰かに人生を盗まれたまんまなんですよ。そしてあなたの人生が誰かに盗まれた、その盗んだその人はあなたの人生の分まで浪費して楽しんで無駄な時間を過ごす自由を勝ち取ってしまうんですよ。悔しくないですか？私と同じ年代の方はね、奮い立ってほしいと思います。もう体力も衰えて気力もなくて大変かもしれないけども、でも今日大変だったら明日はもっと大変ですよ。今日の時間を自分の時間に使えないんだったら明日はもっと使えなくなります。もうね、あなたの人生を盗む人は狡猾ですよ。ルールを作ってくるわけですからね。で、私たちはすぐにその立場には立てませんけども、一歩、最初の一歩を踏み出すことによって、要するにね、起業することによって全く見えてるものが違います。起業して失敗してもそれがチャンスにつながります。これは本当なんですよね、吉田さんね。起業して失敗することがチャンスにつながるんですよ。でもどっかのお勤め先で勤めていて失敗したら、それはですね、左遷とか降格とか減給とかクビにつながるんですよ。失敗が成功のもとっていうふうに考えてくれる会社はもうほとんどありません。特に今コロナウイルスの影響で 57% の企業が減産に影響すると、業績に影響するって答えてるんですよ。これね、今まだ2月の末、3月ぐらいだからいいですけども、今年の年末振り返ってみてください。あなたをはじめとする失業者、もしくは生活困窮者、生活保護、中には自殺者、ものすごく増えてると思いますよ。億万長者どころじゃないですよ。今の私のね、このメッセージがもしね、心に響いたら本当に早く始めてほしいと思います。私が何回、吉田さんが何十回、私が何百回、吉田さんと一緒に何千回語りかけても届かない人っていると思いますけども、届く人からでもいい、一歩踏み出してほしいと思います。今回の動画ちょっとね、いつになく熱が入ってしまいましたけども、本当にね、頑張ってほしいなと思いますよ。ぜひね、私は吉田さんのこと信用できないかもしれないけども、精一杯やらせてもらいますんで、ついてきてもらいたいと思います。じゃあ以上です。